こんにちは、カズブルです。さあ、今日も動画撮っていきます。もうね、こういう長いね、ロングスパンの動画もちゃんと撮っていきますよ撮っていかないとね。さあ、今日お話しするのはですね、沖縄移住について話していこうと思います。沖縄移住ね、僕のチャンネル見てくれてる方とか、僕のインスタグラムフォローしてくれてる方は、まあ、沖縄移住をちょっとこう視野に入れてる方は少なくないんじゃないかなとか勝手に思ってるんですけど、沖縄移住するときにいろんな準備をされると思います。その中でこの沖縄準備はちょっと間違っている、沖縄移住準備はちょっと間違ってるかなというか、的が外れてるのかなっていうものについてお話していこうと思います。というのも、もうね、一個だけなんですよ。一個だけ間違ってる沖縄移住準備って、これをしてるかしてないかだけ、頭に入れておいてください。これが何かというとですね、結論から言います。ネットとか SNS の情報を信じすぎるということです。はい。なんかネットとか SNS の情報っていうのは本当にたくさんあるので、参考にする人多いと思います。僕も当時はたくさん調べてました。ですが、はっきりまあ言うと、間違ってるものもやっぱ多いんですね。めちゃくちゃ多くて、で、当時は合っていたけれども今の情勢で言うと間違ってるみたいなもん、そのアップデートされてないものもネット上には残り続けるので、これが僕はすごく、危険だなというか、なんか、準備するときに困ってしまうだろうなという感じがします。で、じゃあネットの情報とか SNS の情報っていうのを しか調べようがないじゃんって思う人もいるんですけど、だからこそもうすでに移住してる移住者の人とか、そういう人に相談するのがもう間違いなく一番いいんですよ。しかも不特定多数の一人だけじゃなくて、一人だけだとめちゃくちゃ多分凝り固まっちゃうんで、3人4人とか10人とかいろんな人に話を聞くのが最もいいです。まあ、理由としてはですね、まあ、ネット上とか SNS に転がってる沖縄移住の情報っていうのはやっぱりね、楽観的と悲観的にね、すごく二極化するんです。例えば沖縄移住したら誰でもスローライフができるんやでみたいな情報という楽観的な情報もあれば、いや沖縄移住なんか最悪ですよっていう悲観的な情報もあるし、なんなら中立的、いわゆる現実的な情報っていうのが最も少ないんです。この楽観的と悲観的にものすごく二極化してしまってるので、僕はあまり当てにしてない方がいいと思ってる派です。一番危険な沖縄移住準備は SNS、 ネット、この情報を信じ込んでしまうことだと思います。ですので今はね、もう便利ですから、インスタグラムとかで沖縄移住してる人ってたくさんね、プロフィールに書かれてたりするので、そういう人にも TM したりとか、で、あとはもう僕もやってますけど、沖縄ビレッジ、というオンラインコミュニティをやってるんですけれども、こちらに参加していただいて、そしたらもう100人以上沖縄好き、沖縄移住者がいるので、そういうところで、交流をして、情報収集をするというのが、沖縄移住準備として最も効果的で安全な方法だと、僕は思います。はい。なのでね、沖縄移住準備進められてる方もいらっしゃると思いますが、どうかですね、ネットとか SNS の情報を鵜呑みにしすぎないようにしてください。それが、すごく後から響いてくるかなと思います。はい、ということで今回は以上になります。参考になれば嬉しいです。さよなら。